北緯37度7分44.3秒統計140度49分59.6秒北緯37.128972度統計140.833222度3 7 1 2 8 9 7 2 1 4 0 8 3 3 2 2 2二いわき市立草野新平記念文学館は福島県いわき市にある文化勲章受賞者日本芸術委員会員で 川津の詩人としても有名な草の新平に関する資料を集めた私立文学館、生涯学習施設。施設は大きく分けて、常設展示室、企画展示室、文学プラザ、小行道、アートパフォーミングスペース、アトリウムロビーなどからなっている。常設展示室では主に草の新平自身についての展示が中心で、企画展示室では、 新兵と交流のあった作家や他の岩きの詩人についての展示などが中心となっている。他に季節ごとの企画展なども行われている。アートパフォーミングスペースとアトリウムロビーでは絵画展や写真展、詩の朗読会、コンサートなど様々な芸術活動が実施されている。文学プラザでは文学図書の閲覧や情報検索ができ、商工堂では 講演会や講座、シンポジウム、文学シアターなどが開催されている。その他自然豊かな屋上庭園や遊歩道でリラクゼーションを楽しむこともできる。岩き市在住の65歳以上の人は無料。だ玉ダムのダム湖であるだ玉湖。ありがとうございます。